今は資金にかなりの余裕がある。さらに投資をしても問題ないだろう。
最低でも20分は小雨が続きそうだ。小雨はしばらく止みそうにない。
ではここでトップ3をおさらいしましょう。こちらです。サインツ、ハミルトン、レッドブル。見応えのあるフリー走行でした。明日以降の展開はさらに面白いものになるでしょう。